いつものオペライアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2016年モデルポルシェマカンターボをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントのガラスに若干の飛び石がございます。それ以外特に目立つ傷はございません。走行距離1万2000キロと非常に低走行ですし、良好なコンディションを保っております。外装色はホワイト、インテリアはブラックレザーの人気の組み合わせとなっております。弊社でも大変人気の高いマカンターボでございますが、サイズ感も非常にお手頃なお車ですので、女性の方でも安心してお乗りいただけます。またこちらのお車に関しましては、オプションで大型のパノラマサンルーフ、シートヒーターが完備されておりますので、一年中快適にお乗りいただける1台です。ヘッドライトはキセノンのヘッドライトが装備されておりますので、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては 3.6 リッター V6 ツインターボエンジンが搭載され、最高出力は400馬力を誇りますので、スポーツカーとしてもお楽しみいただけます。アルミホイールは純正19インチのアルミホイールが装備されており、キャリパーはレッドキャリパーが装備されておりますので、足元までバッチリと決まった1台です。続きましてトランクスペースご紹介させていただきます。トランクですね、開けていただきまして、オートトランク装備されておりますので、開閉は電動で行っていただけます。マカンのグレードですので、スペース十分に確保されておりますし、後部座席も倒してお荷物はお積みいただけます。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートは専用のスポーツシートが採用されております。運転席助手席ともに目立った使用感はなく、非常に綺麗な状態を保っております。ではエンジン始動していきます。ポルシェエントリードライブシステムが搭載されておりますので、キーは持ったままでエンジン始動が可能です。ステアリングは新デザインのスポーツステアリングが装備されております。大きなパドルシフトが装備されておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。またクルーズコントロールも装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。ナビゲーションは純正 SD のナビゲーションが装備されており、もちろんテレビもご視聴いただけますし、バックギア入れていただきますとバックカメラも装備されております。フロント両席シートヒーターが完備されておりますので、冬場でも暖かいドライブをお楽しみいただけます。走行モードに関しましてはスポーツモード装備されておりますし、サスペンションも2段階で調節が可能です。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましても目立った使用感はなく、非常に綺麗な状態を保っております。スペースも十分に確保されておりますし、スピーカーはオプションで BOSE のスピーカーが装備されておりますので、後部座席の方も快適にドライブをお楽しみいただけます。また気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いといたしませんので、ご安心いただければと思います。では今回は2016年モデルポルシェマカンターボをご紹介させていただきました。走行距離約1万2000キロと非常に低走行ですし、内外装も良好なコンディションを保っております。新車保証も平成31年の3月までたっぷりと残っておりますので、まだまだ安心してお乗りいただける1台です。圧倒的な走行性能はもちろんのこと、オプションでシートヒーター、パノラマサンルーフが装備されておりますので、快適にドライブもお楽しみいただける1台です。弊社でも大変人気の高いモデルでございますので、お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。